おチャンスチャンスチャンスわやっちゃいましたね。やっちゃいましたね。やっちゃいましたね。お前たちさん。お前たちさん。お前たちさん。相方誰ですか？相方誰ですか？いや、すけろ。相方は、プロさんですかね。はい、俺白です。汎用性記者。おもう。軽いな。体がか。もう。紙芝居。新喜劇かお前らマジで。はい。はい。チャッス。よしポラス。ここからが本番や。アマンガスの真髄はポラスにあり。What? このアマンガス RTA の俺が鍵の入れミスをするやと。足押せ一枚。なんか意味あるそれ。てんてててててん。一応、あ、二人とも生きてるわ。終わっちまったな、俺。タスクやり行こうかな。ガガッとタスク進めたいな。タスク量マックスやから。このゲームもうはちょっと待って。やすけさん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 ざまみろやすけ。ごり押しがある。ごり押しがある。ざまみろやすけ。おいざまみろ。ざまみろやすけ。やすけです。もう多くは語るまい。やすけです。えはい。でもあなたしかできない。あなたしかできない。いやもう入れますよ。あ、なんかありますか？分かった。これつみきさんです。これつみきさんです。多分あれっすよね。バイタルの下。バイタル行ってない。あ、じゃあつみきさんですね。とりあえず酒飲んでるつみきさんになすりつけたらいいと思っちゃいますよ。いやじゃあなんでつみきさんだと思うか。なんでつみきさんだと思うんですか？いやだってみそさんと一緒にすれ違ったんですよ。つみきさんが。一回もみそさん会ってないんですけど。いや、マジでオフィスの下でつみきさんの話で信用したっていうか寄ってる証言かな。だって下やったら俺マジですぐ通報しますもん。確かにもう殺したとこは見てないしね俺。なんならレポートとかでも隠しますよ。今4票が下に入ってるんで残りの5票をつみきさんで集めれるかどうかですね。だから俺目線、今のタイミング、完全につみきさんかなっていうところではあるんで、でも、そっか。そっか。本当ですか？そっか。ローラでもいいっす。そっか。ローラが甘えたいっすか？そっか。甘えた人がローラ甘えた？そうっすよ。つみきの方が怪しいな、これは。なんでだ？つみきの方が怪しく。酒で入れてるっていうの手元をおぼつかなかった可能性もちょっと。俺扉開けなくて。扉開けなくて酒の手が震えてるから。ってことはオフィスにいたってことですよね。俺はオフィスにも行ってないですね。最後コミュニケーションいましたもん。じゃあウェポンいました。ウェポンです。コミュニケーション行ってウェポン行って。圧倒的圧倒的やすけ。5票だ。いや、やすけやろ。何も考えなくていいと思う、これは。無心でやすけ。はい、カードプロ。これ、しくじったことない、カード。よし、左側の集中してるタスクを終わらせたいんですけど、自らやります。と思いきや、電気いきます。ちょっと誰も来てないやろ。よいしょ。やっぱ俺が一番見てや。はい。怖い怖い怖い、こいつは何？ビビった2人がかりでリンチされるのかと思った俺。すごいすごいすごい。カードさばき参考になります。これ見て練習してな。カズネと同じスピードでカード引くようにしな。学校で流行らしてこれ。誰かやるやろな。誰かやるやろ。は誰が死んだ。黒。バイタルで死んでましたね。バイタルで死んで。バイタルで。ああ、風呂さん死んでましたね。じゃあお前やろ。いや、違いますね。バイタルか。じゃあ、アジアビさんどっから来たんですか？俺、下の方から行きましたけど、会議終わってすぐにスペシメン行ってたんで。ああ。うわぁ。経年してたけど、なんか、またないといけないのめんどくさいから、そっちやろ。俺ですね。うん。かまいたちやろ、これ。かまいたちさんどこいたんすか？かまいたちさん？俺は、カフェテリアから出て、で、外で風呂さんとすれ違った後にラボラトリーに入ってタスクやってドア閉まったんでドア開けて、でその時になんだっけ、上の角のブーザー鳴ったんで、その止めに行こうとした死体が見つかったって。ブーザーが鳴った。ブーザーっていうかブーザーが鳴ったんで。最初何してました？最初カメラじゃねえなんだっけ、カードスキャンと、もう一個こう、ピラって開く、なんだっけ。はい、QR コードスキャンみたいな。顔。あ、そうですね、あれですね。はい。二つやってました、はい。で、その次は？その次、地図見て、で、そのまま外に出ましたね。右側の方の、外。あ、右、ん？外の真上、どういうことですか？どこ行ったってバイタルから。あ、かまいたちさん？はい。バイタルの QR コードやってから何したんですか？の後に、俺とアドミンの方行ったじゃないですか。はい。あの後何してました？その後、そのまま外出て、ラボラトリーの方でタスクやりに来ましたよ。ああ、なんで電気消えた証言ないんですか？はい、電気消えた証言？電気消えたじゃないですか。そうですね。ああ、消えましたね、はい。何どういうこと？これ多分 TJ さんがかまいたちさんだと思うんですよね、僕は。なんでどういうこと？かまいたちさんはなさそうだけどな。いや、微妙やな、俺は。なんだもう。すごい！なんでだよ！すごいわ、そんな票入れるほどのしどろぼどろか、今。まあ、ちょっと、時間短いかなと思ったんですけど。怖っ！酒パンチなんだよな、マジで。引かねえな、インポ。この亀をなぞるミッションは難しいですよね。初手バイタル。これは今までない立ち回りでしょう。初手バイタル。まあ、誰も知らんわな。さすがにな。一番最初に殺すのむずいな。あ、ちょっと待って。はい、見せたことないのこれ。はい、いや、かまいたち怖っ。逃げよう。なんで閉まんのこのタイミングで。全部閉めたな、多分これ。これ、人殺したな、多分今。人殺して全部閉めたな。合ってるよな。これ、あと何秒やんな。あ、びっくり。もう。はい。はい、酒パチ。死にますね。死にますね。O2 の一番下のなんかバルブみたいなので死んでて、ドア開けた時にかまいたちさんとみそさんがなんだっけ、ゴミ。そうですね。ああ、そうですね。捨ててましたね。まあ、かまいたちさんかダクトっすね。なんで？俺と風呂さんで電気直してたね。で、風呂さんがセキュリティ行ったんでしたっけ？その後なんか上の使ってましたね。そうですね。ほんで俺下行ったんですよ。その時に下から来たのかまいたちさんだけで。下行った？そう、僕上から来ましたよ。え？上から？はい。エレクトリカルの左の方書きました。ジジさん見てません？僕がドア開けてるの。エレクトリカル？あ、見ました。その辺レモさんとミソさんがいたんじゃないですか。自分はエレクトリカル側から来るのは見ましたよ。え、俺？明るく。喧嘩なんで俺？いや、じゃあレモさんの、え？あれ記憶が。レモさん、記憶整理してもらっていいですか？全然レモさんの話してなかったです。落ち着いて。あれ、すいません。明るくなった後に、かまいたちさんがドア開けて、エレクトリカルの方から、上から下っていうか、まあそっち行くの見ましたよ、僕は。まあそうですね。ガソリンで、その時にちょうど風呂さんがダウンロードしてるのを見て、で、みそさんが、はい、下に、え？あれ記憶が。みそさんあれ記憶が。お酒飲んだ俺も。え、下には O2 なんですか？記憶違うかも、じゃあ。一番下っすよね、左下。一番左下。サウスウエストのカメラが、その四角い範囲の左下っすね。青い部屋っすよね。はい。ちょっと勘弁してくれ、マジでびっくりした、マジで。マジでびっくりした。いや、やすけさんは多分違う。俺、所定メールを。わからんね。俺からしたら、これは。いや、もう麺行こう、麺行くわ。今、麺行くわ。壊れもねえぞ。やめよ。行くか。腹くくるわ。インポスターはどんなに多くても2人。よっぽどのことない限り大丈夫。うまエイム。カモン。ヘイカモン。エイムよ。エイムうますぎやろ、このゲーム。あれやった。河川さんから見て一番難しいタスクはどれでしょうか？いやー、メドベイかな。これ乗るのがやっぱ難しいね。いかにスピード速く乗れるかっていうところあるんで。俺この望遠鏡クソ嫌いやけどな、ちなみに。望遠鏡たまにクソ見つからんときあるよな。ここにやったらミソさんやったんですけど、命拾いしましたね。こういう時はもう手当たり次第に扉を開けて、死体がないかを積極的にチェックしていく。あら、アドミンっすね。アドミンか。エイドミン。ちなみになんですけど、電気が消される前にゼスタマさん死んでて。え？電気が消される前。まあ、ヤスケさんかな。いや、で、その直前に、風呂さんとゼスタマさんが一緒にバイタルの方から出てくのを見てるんですよ。うん。一緒に行ったね。電気消える前。電気消える前。うん。で、消えた後に最後、レモネゾさんとすれ違ったね、俺は。消えた後に俺とすれ違った？うん。どこで？電気消えた後で、コミュニケーションの横で、俺そのままエレクトリカル行ったから。ああ。え、誰なんだよ、じゃあ。さっき。ヤスケさんじゃないんすか？え、なんでそうなるんですか？だって、推理を聞かせてください。ルームで、一緒に、あんな密室でみそさんと二人きりだったら俺噛んでますよ、とっくに。いや、だってそれは殺したから噛めなかったんじゃないですか、アドミンで。みそさんはどっからどこに行ったんですか？いや、俺はラボで河川さんとすれ違った後にスペシメン行ったんですよ。それでスペシメンのタスク2つやって、ベーってやつやってて、結構暗くなってから時間経ってるのにスペシメンにヤスケさんが走ってきたんですよ。ああ、ヤスケさんと。だってもう暗くなった瞬間には、スペシメンルームのその左の廊下、え、てか、アドミンですよね、死体って。アドミンですね。アドミンの入り口の方ですね。そしたら、いや、もちろん、そうですね。俺はめちゃくちゃ黒いのは分かる。怪しいし、卑怯だし、詐欺だし。1回目の殺人のこと考えてほしいんですけど、風呂さんとみそさん。んまあいい。いや、セフじゃないですか、一回目。俺、セフだと思うんですけどね。別人。ああ、なるほどね。あんだけおる中でね、証言生まれてないってこと、セルフがめちゃめちゃ臭い。いや、これ、でも俺、風呂さんだと思うんだよな、これ。いや、1回目のやつは無理だよ、俺だって。いや、違う、2回目、2回目。絶賛さんの方。いや、無理だけどな。ああ。わかんねえな、これ。全然殺人に関わってないの俺。タスク RTA しかしてなくてちょっと。あれ？あ、下まで行くようになって。終わり。再起動だったな。は？ちょっと RTA を目指すあまり正確性に変えても終わってるわ。変えてますよね。シュ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 イエイズやパチ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 おつ入ってダウンロード長いプッ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 よしこれでミスやったらとんでもないけどな。これでミスやったらとんでもないよな。超嘘つきやんな。あんだけ何々かなとか言ってて。犯人っていうのは黙りますからね。恐れて。失態を恐れて黙るからな。これサボタージュ売ってんのか。これ。じゃあアップロードか。え？そし。うん。うん。アドミンの前で死んでました。アドミンの前。アドミン好きだな。どっち側ですか、スペシメン側と。いや、アドミンの左側です、ちょっと。ハウスのカメラの逆と。待って、風呂さん。そこら辺に近いですね。俺の白証明してくれません？したいけど、でもラボラトリーで、なんか。最後スペシメン行きました？はい。スペシメン行った。今回は違うだけでしょ。けど、アドミンワンチャンラボラ飛ぶのもあり。それが飛んだのもある。いやでもなんか消毒室のドア開いてたんで。うん、開いてたから多分。あ、じゃ違う。すけさん、今回は違うと思う。でも、わかんねえ。俺スペシメンにいたんですけど、最初っていうか最後の方。スペシメン行って、スペシメンからアドミン入ったんですけど、その時に消毒室が開く音が聞こえたんですけど、その時って上の方の音だったのかな？上かな、多分。聞こえるか？聞こえないと思うけど。聞こえるよ。俺、左側から音したんですよね。俺もね、何しとってん？俺っすか？はい。俺は、コミュニケーションズにいますね、今。は？今？嘘つくな、俺が今いるぞ。あれちょっと待って。今俺がいるぞ、今。NOW だよな。河川さんをコミュニケーションにいるっていうの僕が証明できます。あれ俺はもう全然レモネードのレの字も見てないですよ。あれいや、俺ストレージでガソリン2つ詰めたとこまで覚えてるんですけど。待って、記憶取れないか、お前。記憶飛んだ、また。お前、記憶が。詰めて左上、右上行ったと思うんですけど、それにすらすれ違ってないんですよ。私はエレクトリカルからコミュニケーション行ってますからね。誰か俺見た人いません？俺どこいるんですか、今。いや、見てねえ。どこいるんですか。見てねえ。あれ？うわうわうわ、スキップここ。待ってくれよ。やばいよ、ここでスキップは。いや怪しい。ちちょっとね、自分がアドミン付近にいたのを、ね、誰かに見られてたらどうしようみたいな。から、アドミンの近くの誰もいなさそうなとこ言ったパティンやろ、これ。なあ。怪しいわ。怪しいわ、レモネード。動きつかみたいね、ここは。ちょっとバイタルチラチラをね、積極的にかけていきたい、これは。バイチラ、バイチラして。バイチラ、アドチラで、むちゃむちゃ掴んでいきたいね、ここ。えぐいって。えぐいって。うわやったーマジでかまいたちかよ。うわ、わからな。いや、終わった、これ。クールダウンだ。リアクターで下に行けねえ。やられたー、マジで。いやー、とっととヤスキ入れとけばよかったー、マジで。うわー、やられた、マジで。やったー、やったー、やったー、よっしゃー、やったぜ。いや、この目玉焼き泳がさすぎたな、マジで。目玉焼きだよ。いや、絶対そうよな。目玉焼き、食撃するべきだった。2回目で仕留めとけばよかった、ほんまに。いや、あんな感じで。いや、俺、レオさん、記憶こんなことしてますけど、大丈夫ですか？記憶のコンタクトが激しいんですけど。いやー、笑いしかねえ。壊れた。俺マジでどこいたんだろう。マジで。記憶飛ぶのやめてもらっていいですか？